今ね、福岡にいます。福岡？はい、なぜだかというと、はい、レモンクラシックでね、協賛していただいたアウンスジムっていうジムがありまして、私にね、トレーニングぜひしに来てくださいとのことで、お誘いいただきましてやってまいりました。今日はスポルテックの動画見ていただいてたんですかね。そうだね、多分。ありがとうございます。でぜひね、うちを使っていいですよって、誰か、使っていいところを教えてくださいみたいなことを言ってたら、はい、早速声をかけていただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。マシンとかあんまり普段は使ってないんですよね。ほぼ使わないね。だから使い方がマジわからんかもしれない。なんかそこも教えてもらいながらって感じですね。ちょっと楽しみかなって思う。ジャパンオープン終わる前と後でなんか食事とかトレーニングで変わりました？食事は変わったね。もうモリモリ食べてるからね、今やばいぐらい。なんかフィードバックにあったその張りがないっていうか、もう解消するってことですか？そうね、なんかちょっと体重が落ちすぎてたんで、はい、今結構気にせず食べてる。いいか悪いかちょっとわからんけどね、はい、とりあえず食べてるととりあえず元気だし、トレーニングもね、やっぱり質もなんて言うんだろう、ちょっとこう上がるよね。上がりました？上がった感じはす、無理はしてないけどね、やっぱりちょっと1週間ぐらいトレーニングしてなかったから、ちょっとずつ、ゆっくりめではしょるけど、元気だね、マシンでのトレーニングでいいかもしれないですね、今。違った刺激も入るかもしれないし、楽しみかな。今回福岡の店舗じゃないですか、うん、福岡って今まで結構来たことありますか？福岡結構来てますね、何回も。それは原田マンと、一緒に、大地と一緒に。福岡はね、結構その大ちゃんがね、昔住んでたんですよ、はい、だから結構その知り合いも多いし、でそれこそゴールドのスタッフさんとかもね、その当時結構知り合いとかもいて、よく行ってたんですよ、ね、大ちゃん、もうね、今はおらんけどね、ゴールドにはね。そうよね、今は誰もいなくなったよね。アンズジムに着きました。これちょっとエグないですか？これエグすぎません？これなんかもう一通りちょっと見てきたけど、マシンの数がやばいよね。これなんかもうマジで、さっき聞いたら80種類以上あるんですよね、すごいですよ。もうなんか何これみたいな感じですもん。この天神駅の超近くにこんな真ん中です ね、 そうですね、こんな広いジムあるんですね、はい、すごい綺麗だし統一感あるしね。でこれかっこいい。全部金剛さんのマシンっていうことですね。そうですね、自社のものになります。あ、そう、分かる分かる。うちもね、このアブダクションを入れてもらってるんですけど、はい、もう重宝してますよ、あれを。ありがとうございます。すごい使いやすい。使いやすいですか？うん、すごい使いやすい。その分の金剛さんのマシンよね、全部。そうです ね、 ね、楽しみ。私ね、今日は私ちょっと足の後ろのトレーニングをしたいので、はい、おすすめのマシンを聞きながらちょっとやってみたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。まず1種目目はウォーミングアップも兼ねてですね、シーテッドカーフ、ひらめ筋ですね、はい、の種目になるんですけれども、混合のものはシートも動く、ちょっとですね、収縮が強くなるような作りになってまして、重さをですね、ここで決めていただいたら、はいはい、あとですね、シートの位置ですね、こうストレッチした時にちゃんと負荷が乗るようにですね、はい、低めにしていただいて、でここ引っ張るとですね、こう持ち上がるんですね。なので、そう持ち上げた状態で足入れていただいて、で足半分ぐらい乗っけたらこう手を離していただければ、でスタートのポジションになりますので、はい、あとは自然とこう体を上げ下げするんです、でシートも動くようになってて、しっかりと収縮でも負荷が乗るって感じですか、うちのジムだったらもう本当に普通にスタンディングで立ってやるだけだから、こういう座ってするのって。なるほど。ふくらはぎでも、インナーの方ですね。これすごい地味なやつけど、これいやこれね、やってみてほしいぐらい、なんかそのなんていうんですね、かゆいところに手が届くっていうような感じですよね、はい、そうですね、何なんだろう、あ、そこそこみたいなところに入ってくる、へえ、面白い面白い、すごいすごい、
私疲れたもん。あ、椅子ごと動くんだね。そうなんです。あ、そうそうそう、そこがこれがポイントですよね。そうですね、なんかずっとこう乗った感じがするよね。確かに体マン的にもいい。これは面白いね。なんかね、いや椅子ごと動くのはやったことない、うん、初めて見た。面白いね。面白いよね、うん、確かあの知ってるカーフレーズの負荷のかかり方じゃないから、うん、普通に不快なんだけど。不快なんだけど嫌だ、休ませてって思う。なるほどね、まあいいことなんだけどね。ああなるほど。いや、ほんまに忖度なしだよね。思ったより効いてるでしょ。終わった後特にこう、なんていうの、こんな感じ、うん、あんなちょっとしかしてないのになる。しかもリカさんと同じ重量だったよね、僕ね。ほんましんどいんだけど。それしんどいね。いや、それしんどいで、どうなそれ。それどういうこと。マシン、フリーウェイトだと普段何キロぐらいでやられますか。ブルガリア、あのこうスクワット系のトレーニングって。スクワットは一応100キロとか。あ、じゃあ、着地です。マシーンで90キロなんで、もしかしたらちょっとフルスタックでも足りない可能性あるんですけど。嘘。半分ぐらいの重さで、じゃあ。これはですね、高さ、ここ握っていただくと調整できるので、はい、まあ女性の方でしたら一番下からスタートした方が可動域広くなるので、はいはい、で、この状態であとはすごいシンプルですね。ここに肩当てて、向こう向いて押すだけなんですね。足、肩幅よりちょっと広めで、肩当ててですね。で、このままも押すだけ。ああ初めてやね、これね。なんか見たことないですね。こんな低くまで下がるのはちょっと見たことないですね。ハックスクワットだと四頭筋メインだと思うんですけど、はい、これは後ろメインって感じですね。ちなみに、はい、こういうのフリーウェイトじゃなくてこういうマシンでやることのメリットって何があるんですかね。やっぱりフリーウェイトだとやっぱバランス取るのに一番エネルギー使っちゃうんで、はい、対象筋以外の部分も使えちゃうんですよね、はい、結構やっぱ肩がきついとか腰がきついとかなりやすいんですけど、はい、これだとそこを安定してるんでハムとかお尻だけに効かせやすいって感じですか、ね、なるほど。足幅はもうこれぐらいで。そうですね、スクワットと同じぐらいで肩幅よりちょっと広いぐらいで。うん、なんかあの伸びる感じはあるけどちょっと軽いけん、もうちょっとなるほど強いですね。普通今40キロなので普通の女性だったら結構いい重さなんですけど。そうなんですか。はいでもリカさんでしたら軽かったと思います。お、これは重いかも。こうか。そうですね。なるほど。どうですか。うん、聞いた聞いた、うん、ハムの裏に聞いてますか。いや、確かに裏入りますね、はい、ありがとうございます。あ、これ裏に入るんですね。入りました。じゃあ、いきなるほど、しっかり入りました。ありがとうございます。パルダマンもやらんで大丈夫。リサパルダマンも入れていい。いや、最初ね、はい、ちょどうなんかなって思ったんですけど、はい、しっかり入りました。ちょっと息が切れてますね。ちょっと今ね。ある程度面白いね。結構いやでも分かる分かる。うん。いやパッと見結構主張じゃないって思ったけど、ね、ちゃんと、うん、ちゃんと後ろに入る。ちゃんとケツっぽいね。そうそうそう、私もそれ思った。うん、これスタックなんだよね、これプレートロードじゃなくて。そう。なるほどね。あ、うん。この本当にこうケツやっぱめっちゃ電球しとるから多分こんだけだ、こんな感じになるよね、その平たいところでやった感じが、はい、でこれでこうしっかり押せるから、はい、なんだと思う。そのカムケツに効くの思ったのがやっぱり結構こう体倒すのって腰に負担かかりそうな感じがするけど、うん、全く腰にも負担かからないしね、全然あのやりやすいかなって。あんまりスクワットでこんなにやらないからね。まあ確かに。フリーでとかね、あんまりその。フリーだと危ないから。危ないからね。僕が思う今後のいいところは前も言ったけど、大手メーカーと遜色ないマシンを低価格で提供してるっていうところがやっぱ一番なんじゃないかなって思うんですけど、いかがでしょうか。はい。それです。ありがとうございます。だ
から前言ったようにそのリカさんがこういいところをなんとかひねり出そうとしとる感あるけど、うん、普通なのがいいんよ、うん、今までと大差ない使ってきたマシンと大差ないってことは褒め言葉というか、なるほど、それの半額ぐらいの価格でそれを提供してるからっていうのがいいところ、うん、だから悪いところがある方が普通ない、うん、安いメーカーさんとかはやっぱちょっと悪いところとかがあるけん、むしろ悪いとこ探しぐらいを今頑張ってしてもいいぐらい。そうか。じゃあ逆に悪いとこ探ししよう。でも本当にこれ悪いとこない、別に普通なんでしょ、ほんまに、うん、あの変わらない普通っていうのがいいところって感じかな、うん、お疲れ様でした。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。リカさん今日どうでした？いやなんかちょっと新鮮でしたね。新鮮だった、うん、なんか楽しかったです。まあ、普段やらないですもんね。うん、しっかりできました。しっかり疲れました。よかったです。はい、なんかお知らせとかありますか？はい、ですね、はい、今回レモンチャンネルさんとコラボさせていただいて3つお知らせしたいことがあるんですけれども、はい、アウンズジム運営している株式会社コンゴーではですね、こういったマシン全部自社のものなんですけれども、サブスクプランというのを始めまして、こちら開業費用を抑えられたりとかメリットがたくさんありますので、ご興味のある方は弊社のホームページからお問い合わせをよろしくお願いします。であとですね、今回コラボレーションさせていただいてコードをご用意しまして、レモンと入力していただくとマシンの購入とか、あとはですねサブスクプランも 10% オフになる割引コードがありますので、こちらもぜひご利用ください。はい、であと最後にですね、ビジターキャンペーンというのもやってまして、通常店舗によって多少違うんですけれども2200円ぐらいするんですけれども、こちらが1100円になるキャッシュバックも行いますので、うん、ぜひご利用ください。ほう、あ、じゃあ全国今3店舗4店舗、うん、4店舗ですね。はい、じゃあそちら全部で使える。そうですね、はい、すごい。こちらはですね、そうですね、レモンチャンネル見たとかですね、あの LINE でお問い合わせいただいたり、もしくは店舗に直接お問い合わせいただければ適用になりますので、ぜひご利用ください。いや、ぜひね、来てもらいたい。本当にいろいろあるから ね、 楽しいね。楽しい。このマシンの多さはなんか案件抜きにして、うん、普通に楽しいと思う。なんかみんなさ、ゴールドジムがディズニーランドみたいな、うん、言うじゃん。だけどその多い店舗と大差ないというか、マシンの数だけなら本当に関東のでかいゴールドと比べても遜色ない、むしろすごいんじゃないかぐらいな。さっき聞いたんですけど、ここの入会金、月会費ですか？はい、ちょっと安いですよね。そうですね、通常は福岡店はですね月額9900円なんですけれども、今だと入会キャンペーン中でですね、入会金無料で、で初月会費0円で、月額料金は生涯6600円で。あ、生涯なんす。はい、え、この生涯6600円。はい、ぜひこの機会にご利用ください。安っ。え、これを6600円で使えるんですか？はい、安っ。月々6600円。え、これってオープンしたばっかりなんですか？そうです、7月、7月じゃない、9月3日。え、もうほやほやじゃないですか。はい、リアルな話すると、これ、うん、ほとんどショールームとして機能してるから、多分そんなに月会費安くなるんだろうなっていう。なんで、多分ユーザーからしたらすごい、多分お得だと思うんで、うん、ぜひ。なので、気に入ったマシンがあれば、ぜひご購入をお待ちしてます。うん、そっちですね、やっぱり。確かに確かに。それもね、含めて。リカさんが4店舗サインパクということで、ぜひ全国回ってみて確認しに行ってください。やばマジでやば、どうしよう。リカさんって書くんですよね。リカさんしか書かんよ。はい、ここはね、中洲でございます、はい、今アウンズジムでトレーニングして、今からちょっとお腹空いてからご飯食べようかなと思って、はい、中洲に来ました。店はね、何、うん、何を食べます？なんか焼き鳥系食べたいなと思って。なるほど、うん、行ったことがないところにね、一元で入ろうかっていう話をしてます。今原田マンがすごい探してくれてます。そうそうそう、探してくれる。だから今からどこに行くかは分かんない。すごいね、なんかすごいっすね。すごい洒落た通り、こんなとこあるんだ。結局ね、そこら辺の焼き鳥屋に入りました。ブラブラっていう焼き鳥屋だけどね、はい、ブラッと入ったけど美味しかったよね。本当にね、マジで美味しかった、びっくりした。なんかね、久々ね、美味しい焼き鳥食べた。5店舗目ぐらいでしたけどね、うん、いや、5店舗以上でしょ。全部いっぱいで、やっと多分10店舗近いよね。
そこまで、うん、ぐらいでやっと入れたお店でした。いや、美味しかった。ブラブラ、美味しい。ちょっとこれからカルダマンとリカさんはラウンジに行けたら行きたいなっていう感じですね。高級ホテルとか、ね、ホテルのラウンジ、そうです。そう、リカさんのためにいいホテルを取りましたんで。あ、そうです、ありがとうございます。で、ラウンジ行くっていうから、何の、さっきリカさんラウンジ行こうっていうから、え、なんで女の子のいるラウンジ行くのって言ったら、いやいやいや、そんなわけないやろ、さすがに。いやいや、だってね、ラウンジってそのホテルのラウンジなんてもう考えつかないから、そしたらホテルのラウンジとかって、行けるらしいです。行ってきます。こんな格好で行けるのかな。いや、行けるかは分からない、部屋のランクによる。そうね、その日の運によるから。金曜日の晩酌はないかもしれない。まあそういうことで行ってみます、まあ、そこはちょっと僕は入れないんで、うん、2人で楽しんでみてください、はいはい、今日の動画がいいと思ったら、あの、高評価と、あの、チャンネル登録をよろしくお願いします。で、私のインスタもフォローしてください。レモンチャンネルのリカさんとアラダマンでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。リカさん自由すぎる